選手、まずはキャンプお疲れ様でした。はい、ありがとうございます。まあ毎年そんな変わってないんです。あのキャプテンになったかなと思って大きく変えようとは思ってないので、まあ自分のやれること、こっちにいる間まだ試合にも出てないので自分の調整も、大事にしながら、はい、やってました。足りないもの、どうですかね、まあ、毎年、後半失速するので、まあ、全員が、やってやろうっていう気持ちがないと、人任せになっちゃったらやっぱダメだと思う。誰かがやってくれるってことじゃなくて全員で、やりたいなと、はい、今年は思います。この時期は自分のことしか考えてないので接してないですよ。ないです。こういうキャプテンになりたいってこともないし理想もないので、見せるキャプテンも意味ないと思うし、ありのままで自分がやってきたことに対してキャプテンやってくれって言われたりたい、ありのままの自分で何も変えずに、まあ、ただ先頭に立ってチームを引っ張るのは僕の役目だと思うので、そこは意識して、はい、何も変えずにやりたいです。中学校は、まあ、あのテーマとして今年はバットを振るっていうことを掲げて、キャンプにしたんで、まあ、そこは、例年以上に振れたかなと思います。まあ、でもここから実践入って、まあ、課題がかなり出てくると思うので、それを、開幕までにしっかり道を調整しながらやりたいなと思います。状態は分かんないです。まあでも、売れてはいると思う。結果っていうよりもマジで、試合に入って、まあ、そこで感じることいっぱいあると思うので、まあ、そこからかと思います。まあ結果でしか、恩返しはできないと思うので、とにかく結果にこだわって、優勝にこだわって、チーム全員で、今年は10年ぶりに優勝したいと思います。応援よろしくお願いします。